さんこんにちは。愛しの放浪トールペインターの大高彦子です。私はよく皆さんから聞かれるのですが、どうやってデザインを起こすんですか？皆さんのお家の周りとかお庭とかにも小さなお花が咲いていたりしませんか？私の家の小さな小さなベランダにも毎年スミレがたくさん咲きます。このスミレをあしらったコンポートは、そんなスミレからデザインを起こしました。スミレを摘んで束ねたり、小さなアンティークの瓶に入れたり、写真を撮ったり、ワクワクとスミレの砂糖漬けを作ったりもします。そんな中から生まれた白いアネモネとガーベラとあしらったスミレのコンポート、そんなワクワクとした気持ちでワクワクとした作品を描く、そんな風に私はしています。皆さんも身近にあるお好きなものでデザインを起こしたら、きっと楽しいものができると思います。ぜひ試してみてください。今日もご視聴ありがとうございました。よろしかったら高評価、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。